快な埼玉シティ、ハロー愉快な埼玉シティ。今日は緑の綺麗なこの場所から始まります。ダイヤモンド愉快です。今回進行役を務めさせていただきます稲垣ひろみです。よろしくお願いします。そして今回はですね、8代目埼玉小町の阿形奈緒さんにも来ていただいています。8代目埼玉小町の奈緒小町こと阿形奈緒です。よろしくお願いします。見沼区の隣の緑区というところでね、もう見沼かもですよね。はい、もう私はね、何を隠そう見沼区出身なんですよ。だけどこの場所はね、来たとは思うんですが覚えてない東大元暮らしです。見沼田んぼは埼玉市内の5区にまたがって広がる広大な緑地空間。埼玉新都心駅や大宮駅などの主要駅から 2,3 キロという近さにありながら、穏やかな田園風景と生き物を育む豊かな自然が今も残る場所。見沼いいね。はい、知ってますか見沼のこの人。私も変わらないですね。知らない。はい、伊沢屋祖兵衛。愉快惜しい。こちら伊沢屋祖兵衛為永さん、江戸時代この辺り一帯の治水事業に尽力したというお役人。見沼を田んぼにするため利根川から水を取り入れるための用水路見沼大用水を作り、江戸に米を運びやすくするために見沼通船堀を作った人物だ。ここで今回のテーマを発表させていただきたいと思います。はい、今回のテーマまさしくですね、見沼田んぼの風景です。さまざまな生き物もたくさん出会えるということですので、今回はこの見沼自然公園でバードウォッチング体験をしていただきたいと思います。バードウォッチング、バードウォッチングされたことは、体験はないですね。お待ちさん、私もないです。ないですか。今回案内してくれたのはバードウォッチング歴40年、日本野鳥の会埼玉代表の海老原義雄さん。見沼田んぼ全体で今まで何種類ぐらいの鳥が記録されているか分かりますか。種類ですか。はい、カモだろ白鳥もいるよねきっとね。白鳥も時々、ね、ここじゃないけど別のところに行きます。あと知らないんだけど私も分からない。スズメ、ツバメ、あそういうヒバリ、そんなのも全部いると、うん、今まであの単調界で観察されただけでも140種ぐらいになるんですよ。140? はい。あー、こういう木とかに止まったりとかもしますからね。バードウォッチングを開始する前に心得を教えてもらうことに。大きな声を出さない、急激な動作をしない、案内人より先に行かない、以上のことを守ってさあバードウォッチング開始。今ここにいるだけでオナガガもコガも、オオバンなどなど何種類もいますよね。カモの種類もいっぱいいるってことですね。います。大きいカワウも泳いでたりしますね。あ、潜っちゃった。カワウ、はい、埼玉市では定住している野鳥はもちろん、冬になると北からやってくる渡り鳥も見ることができる。カモたちもここは人に害を与えられないということを分かっているので、こんな近くでこう見ることができるんですよ。双眼鏡なしでも見えちゃうんですもんね。うん、目の前ですよね。続いて公園内でカワセミが現れるというスポットに移動。今日は3人のために予約をしておいたんですけど、どうも残念ながら見えないみたいですね。予約しないで見れないのが貴重なんですね。小魚を主食にするカワセミは水辺に張り出した枝を好んでやってくる。気配がないな。来たら嬉しいんですけどね。その時、どこどこ、左に張り出した枝。おー、綺麗だね。大サービスです。野鳥の中でも美しく人気の高いカワセミが間近に。あんなにね、綺麗な鳥ってもしかすると初めてかもしれない。貴重な体験ということ。貴重ですね。貴重ですね。貴重な体験。そういうことです。見沼田んぼでは
至る所で野鳥を見ることができる。芝川第一調節地では猛禽類や白鳥も飛来するなど珍しい鳥も観察できる。まだまだ続く愉快なバードウォッチング。いろんな鳥がいますね。あれなんか変なのがいるよ。どこですか？あそこほら。ほんとだ。何あれ？何ですかね、あれ。鳥じゃないですね。なんか動いてる。こっち見てますよ。森の中に突然姿を現したのは、埼玉市の PR キャラクター見沼田んぼの主の子孫、つながりゅうヌー。埼玉市の魅力を伝え、人々のつながりを深める役割を担っている。自然ともつながったし、うん、海老原さん出会えましたし、ね、バードウォッチング、ね、こんな楽しいものだっていうのをね、知らなかったもんね、うん、しかも地元の町ですよ。そうですよ、それを知ってもらえたのは本当に今日は嬉しいですよね。海老原さん、ありがとうございます。さまざまな野鳥と出会える見沼田んぼの豊かな自然、大事に守っていきたいものだ。続いて訪れた埼玉市見沼区にある小学校。こちらでは見沼田んぼの豊かな恵みが食べられるという。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしておりました。大里東小学校へようこそ。出迎えてくれたのは大里東小学校の杉山校長先生。埼玉市では、うん、食育を進めるにあたって、うん、埼玉市の市立小中学校、今全校にですね、給食室を作って、自分の学校で給食を調理して提供するということをしています。また、各校にですね、栄養教諭あるいは、学校栄養職員を配置してですね、埼玉市独自の、献立以外にそれぞれの学校でメニューを工夫してですね、給食を提供できるというような取り組みをしていますので、はい、昔とだいぶ違ってきています。我々の時代なかったですね。はい、親父の立場からするとね、とてもありがたいことですよ。埼玉市の小中学校では、埼玉市で採れた野菜を積極的に給食に取り入れている。さらにこの小学校ではお父さんの会が見沼田んぼで育てた野菜を使うこともある。これから給食の時間ということで、教室にお邪魔することに。どうも。こんにちは。わー、元気だな。ハローサムシン。訪ねたのは3年4組、栄養教諭の東田先生に今日の給食で使われている野菜の説明をしてもらった。これわかりますか？小松菜ね。給食の小松菜は埼玉スタジアムの近くの畑で採れたものを使っています。シャキシャキして美味しいです。これはね、一年中埼玉市で作っているので給食によく登場しています。今日はね、なめしっていう葉っぱの入っているご飯に使っていますね。それも探して食べてみてくださいね。それからなめしに使っているお米も埼玉市の、しかも見沼区で採れたね、今年採れたばっかりの新米を使いました。わ、ね、さあぜひ食べてみてください。はい、はい、どうも。はい、こちらが今日の献立。なめしには小松菜、根菜汁には大根、長ネギ、里芋など、埼玉市で採れた野菜がふんだんに使われている。いただきます。いただきます。うまそうだな。根菜汁、あ、大根だ。うまい、うまいね。ねえ。みんな好きなメニューってある？何が？カレーライス。カレーライス。ごま塩がかかったの。ごま塩も手作りしてるんです。そうなんですか。はい、みんな手作り。いいな、美味しいもの食べれて。埼玉市の美味しい野菜を使った給食を囲んで、楽しいひとときを過ごした愉快一行。
給食をね40年ぶりぐらいに食べましたけど、こんな美味しい給食があるんだったら毎日食べたいなと思いました。今日はねこのみんなと会えた気持ちをね一緒に歌いたいなと、自分の俺の作った歌なんだけどね、歌いたいなと思ってるんでね、みんなよろしく、校庭レッツゴThank you.